担当持ち主が常にお伝えしてます。はい、ということで、ね、今回はサイレンビートの MV メイキングなんですけども、こちら水木カメラでは裏側を、裏側というかね、オフの私たちをちょっと見せていけたらなと思って、はい、早速やっていきたいと思うんですけども、本日ねすごく暑いということで、もう梅雨も終わり、めちゃめちゃ暑いですね。そうだよね、お前首だけ動かすのマジで、ね、死ぬね、うん、マジで暑いね、バカ暑い、やばい、とんでもなく暑い、うん、だってもう俺の脇がめっちゃ暑い言うてるし、うんうん、バキがアップすんな、バキがアップすんな、大丈夫ですか、バキがな、はい、あ、ドアです、ドアのロック、はい、ドアのロック、はい、いや、ほんと髪の毛やばいかな。今日はそう、バドウェイ、バドウェイ、タンクトップユニクロだけど、これズボンもバドウェイで、これ靴もバドウェイかと思いきや、ディレクターの岸君の靴、今日はこういう子です。まあ派手に派手にやっていこうかな。はい、ということで、はい、三原さんもありがとうございました。ありがとうございました。本日も無事にね、そうですね、撮影終了いたしましたよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、僕ら終わってないですけど、まだこれからなんですけどね。僕らまだ何も撮ってません。うん、何も撮ってないです。もう疲れてます、ね。もう疲れ今日とまた別日だもんね。そうだよ。ちょっと頑張っちゃったと思います。頑張ってください。ちなみに三原氏、この作品完パケしたら3作品出てますからね。やばい、ね、鈴木鈴木めっちゃ好きじゃん、鈴木海リビン時があれだもんね、ダンス動画、そう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 、物理的な出演じゃないけど、そう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 、で、ホワイトキスでガッツリやる、そうだね、で、3作品目でセリッション来るかと思ったら、そうそうそう、ね、うーちゃん言ってたからね、うん、セリッション降格って言ってないですよ、言ってないっけ、言ってないっす、嘘、嘘ですよ、勝手に言ってただけ、しゅんくん嘘ですよ、嘘だよ、そう、嘘だからね、ということで、はい、三原氏、本当にお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした、皆様も炎天下の中、いやいや、こちらこそです、僕らまだなんですけどいや、頑張ってください、ありがとうございます、頑張りましょう、はい、ということで、僕たちは一旦ヘアメイク全部ね、練習終わりました。まあ、これから撮影なんですけど、ちょっとその前に僕らが今着てるこれを、はい、ゆめ D に紹介してもらおうかなとね、じゃあ、代表じゃあ、じゃあ代表して、D さん、今回の衣装が僕デザインした服なんですけど、バードウェイ、はい、バードウェイで、鈴木セルキでアニマルアニマルで、確かにね、そう、うん、ゼブラ、うん、牛柄、なるほど、確かに、はい、合わせて、いつもはね、髪色結構派手なんで、はい、まあ、オールブラック、あ、モノトーンでオールブラックですね、緊張してる緊張してるモノトーンで、モノトーンで、ね、白黒でね、合わせてみました。はい、ロゴの刺繍も色拾ってるんですか。そうなんですよ、この頭のモノトーンの刺繍拾ってみました。絶対今さんだよ、で、これがあの新作で、まあ、出てないんですけど、これから出るあの目地のシャツ、かわいいシャツと内柄の、はい、パンツでございます。はい、続いて僕ですね。おお、じゃあ次は誰 D？ これはですね、 D か T がいくと思うじゃないですか。これ K がいきます。これ K がいきます。これ K がいきます。はい、それはね、こちらの天然だな、ガチ天然。じゃあね、仕切り直して、はい、コーディネート、
はい、まあ先ほどねスタイリスト D が言ったように、はい、あのゼブラ、ゼブラをね、そうね、どうアニマル柄で拾ってはいるんですけど、はい、全体的にこれアニマルの柄の中でも緑の柄になってるので、パンツも緑で同系色でまとめつつ、うん、はい、やっぱグランチストリートなんで靴は革靴で締めるという、うん、あグランチストリートね、そういうねスタイリングを意識してこれでやりました。ありがとうございます。いやいい、似合う、今日は全身バドウェイ、今日はオールバドウェイ、オールバドウェイでした。一応有名 T はヤンガーソング、あ、僕ヤンガーソングっていうブランドで、有名 K はスチューデントアパシーを、うん、で、有名 D はバドウェイっていう、はい、なんだけど全員バドウェイ、バドウェイってます。ちなみにカツヤってなんか YouTube やってなかったっけ。やってます、やってます、やってるよ、ひっそり。ほんとほんと、それも概要欄貼っておいてくれ、ありがとうございます。ということで、ということです。曲紹介でございました。はい、そう。はい、じゃあ、撮影頑張りましょう。ありがとうございました。はい。今回の MV 撮影はいかがでしたでしょうか。楽しかったです。なんかスタイリストさんのアシスタントという、まあ、役柄で普段紙面とか番組とか作品の中でもすごく身近にいる存在ですけど、自分がその立場になって、撮影自体は1日でしたけど、日をまたいでいろんなところを駆け巡ってっていうのをやって、なんかすごく服に関わるのって楽しいなとも思ったし、いろんな場面を撮れたので、ドライブだったりとか、何したっけ、お店を回ったりとか、すごく充実してたなと思います。普段ドライブとか結構されますか。好きですか、ドライブ。好きです。なんかレンタカーしてドライブするんですけど、友達と海に行ったりとか、今はあんましてないですけど、夜に一人でドライブして熱唱する時間がストレス解消みたいになってた時があって、結構好きですね、はい。最後にじゃあ今回この曲、まあ、鈴木鈴木というアーティストのサイレンビートという曲なんですけど、はい、なんかこの曲初めて聴いた時とかの印象とか思った感情とかなんかあれば。初めて聴いた時は勇気づけられたというか、励まされたというか、僕はすごい寄り添ってくれた感じがあって、すごい優しい曲なんだなっていうのは初めて聴いた時に思って、今日撮りながら4人でドライブしてる時に流れてたんですけど、いいですね、結構テンション上がるし楽しい曲だなと思いました。はい、ということでね、1日目終わりました。お疲れ様でした。
タッフの皆様ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でございます。ありがとうございます。でもやっぱり1日目だからね。そうだね。もう僕らのためにこんなに大勢の方が動いてくれて、僕らもこうやって最高の曲で MV 撮れて、もう環境が良すぎて、うん、もうどうにかな。リーソーン。ありがとうございました。本当にね。じゃあ、2日目も頑張っていきたいと思います。では2日前、2日目。なんで2日前にお前遡る。Go。まあまあまあ白熱の演技か風受けてくれればはい、どうもありがとうございます。現在時刻8時半でございます。ね、と朝の風って気持ちいいななんて思ったりして、はい、ちょっともう目が開きづらいんですけども、今日もね楽しい MV 撮影の一日になればなと思っております。はい、僕ないな。これが。あ、だから。走り出せ。走り出せ。日の沈むまで。はい、カット。雨が降ってきましたね。ちょっと天気が良くないですか。まあこれも全部練習でどうにかなりまーす。てれってれってって。寝てました、完全に。同じこと言ってるよ。あずい手札がないんか。あずい、あずいね。努力から出る経過も出せない時はただのかさぶた、奪うばかりの毎日に君がポツンといた。サイレンビートの超完璧の すごい乗りやすいよ。めっちゃ運転しやすい。広いな。うん。自分でカーチェイスとかしちゃう。しないよ、そんな。あ、ブレーキも結構効くわ、ちゃんと。どんぐらい効くわ、やめて。最高っすね。撮影終わりなんで、気が楽と言いますか。今日はね、本当暑い一日でしたね。ね。マジで本当海に病を思い出した俺は。もうなんかすごい静かだね、やっぱ。わあ超いいぞ。天井も高いからさ、めちゃくちゃいいんだよな。なんかこう圧迫感がないから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの僕らのね作品海のリビングって作品があるんですけども、うん、本当にそれを思い出しました。みんなが一体となって撮影してる感じがすごく好きです。本当にね、皆様のおかげで、はい、サイレンビート MV 完成いたしました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。大好きですよ。もう毎日車乗ってるんで。好きです。まあ、僕らはやめて。あの外でね、日向りとか撮ることが多くて、よく移動するんですよ、車で。そうだからもう欲しいなと思ってますよ。うん、常にいつでもどこでも、うん、探しているよ。うん、どっかに君の姿をなって、うん、ほんまにね。はい、来ました。うんうんうん、まずね、天井が高いんで。そうだね、圧迫感がないんですよ。高いね。そう、あとね、足元が広い。そうだね。すごい後ろの席とかやばいでしょ。すごい広いね。俺もう普通に自分の部屋かと思った。イエーイ。なんでー。はい、あとブレーキもすごく効く。ブレーキが効くのすごい。そうですよ。あと画面もでかい。画面もでかい。もうとにかく乗り心地がいいんですよ。そうだね、乗り心地がすごい。あとやっぱなんてさ、燃費いいのよって言ってました。燃費がいいってやっぱ強くて、なんか噂によると、まあなんかリッター20キロ以上。おう、これ本当すごいんですよ。そうですね、まずサイレンビートなんぞやと。そうなんです、あそこですね。そうで、サイレンビートっていうのは一体なんだよ。音に例えてて、この歌って人の背中をこう押すような、まあ、応援歌みたいな感じの曲になってて、なんかこう上の人だったり自分の思ってることを言えないっていうのをそのサイレンビートっていうのに例えてて、僕は。そうそうそう、サイレントじゃないよ。サイレンっていうこの SOS みたいな、ふいーって、あのサイレン警告みってね。で、2回し目がセイレンビートなのね。そうなんです。
で、サイレンって英語で書くと SIREN でしょ、はいはい、あれね、セイレンとも読むんですよ。なんですよ、実はセイレンは美しいって意味で、だから、あなたが思ってるそれは本当美しいことだよ、間違ってないよって意味でセイレンビートにしてるんですよ。はい、なので歌詞に注目して聴いてみてください。はいはい、ということで今回は、僕たちだけじゃなく、鈴鹿央士くん、ういちゃん、撮影の皆様、はい、関係者の皆様、はい、おかげで一つの作品ができました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。たくさん愛してください、はい、曲を。そして MV もぜひご覧ください。はい、続きでした。ありがとうございました。ありがとうございます。